ロンドンから電車で20分ぐらい来たところにいるデプトフォードという駅から歩いて10分ぐらいのところです。住宅街ですけれども、こちらにあるのがトニティラバンの大学です。ダンスの大学科ですね。で、この周りにも今たくさんこれはマンションですね、作っております。このすぐ後ろのところ、この辺りに学生の寮があって、こっちも奥もそうですね、すぐ近くに住んでいます。とても綺麗なスタジオが14とか15スタジオぐらいあるコンテンポラリーのダンスを学ぶ大学です。気持ちいいですね今日は。ここで今から、6日と7日に行われる、卒業公演、学校公演のリハーサルを一部見せていただくことになっています。楽しみですね。スタジオの中もとても明るくて気持ちのいい学校です。ここはちょっとこういう風に、ね、座れるようになっていて、外で、ちょっとパフォーマンスをしたりなんかもできます。ここクリークサイドって言いますが、ここに PLR が走ってますね。ゆりかもめみたいな無人の電車です。電気の電車です。授業中なので誰も学生さんがいないんですけど、普段はねもっとワイ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 とみんな